はい、こんばんは。えー、本日この回はですね、えー、石破自民党はですね、非公認議員に対して、公認議員と同じですね、2000万円を裏で渡していたという件ですね。えー、これをね、取り上げたいと思うんですけども、えー、これはね、自民党はね、一生懸命ね、えー、その2000万円は公認料ではなくって、統制拡大のための資金であると。えー 選挙にはね、えー、使うことはないと,というふうに一生懸命説明していますけども、これはね、常識のある人が考えるまでもなくですね、もう世間では通用しない言い訳なんですよね。うん。で、こういうことをね、えー、言い訳として言っているということは、よっぽどですね、なんていうかな、えー、普通の一般常識とね、自民党が本当にずれどう、どうずれているかっていうね、 それをね、端的に表していると思いますね。この言い訳にもならない言い訳がですね。うん。それじゃあね、あのー、そういうふうに自民党が、えー、言い訳するのであれば、ね、質問したいんだけども、じゃあね、なぜですよ、この非公認議員に渡したこの2000万円ね、なぜ公認議員と同じ金額なんですかということですよ。なんで同じ金額なんですかっていうことですよね。 しかも、振り込まれた日付がですよ。公示日のね、選挙の公示日の10月15日の直後ですよ。ね。ね。そうすると、じゃあね、なんで公示日のね、直後に振り込んだんですかっていう質問ですよ。ね。なぜ選挙終わってから振り込まなかったんですかね。もしこれ、暴露されたら誤解が生じるでしょっていう質問ですよね。うん。 それからもう一つのね、疑問はね、じゃあね、そこまで統制拡大のね、資金だって言い張るんだったらね、じゃあもし本当にですよ、統制拡大のね、ための資金であったとしたらですよ、なぜそれを非公認議員だけに渡したんですかっていう疑問ですよ。ね。ただのね、統制拡大のためであれば、選挙が終わってから各支部に渡せばいいじゃないですか。なんで、 選挙の、しかも工事日の直後に、非公認議員だけに渡したんですかしかも、えー、公認料と同じ2000万円、同じ金額の2000万円を。あまりに不自然じゃないですか。ね。ということで、これはね、言い訳にはね、当たらない。言い訳にはならないんですね。うん。そしてさらに言えばですよ、これは何度も言ってますけどね、これは本当に常識中の常識ですけど、 お金に色はついてないんですよ。ね。うん。お金に色はついてない。つまりね <laughs>。じゃあ、選挙資金はね、オレンジ色の紙幣だと。ね。うん。で、統制拡大の資金はですね、これは青色の紙幣だと。ね。うん。で、青色の紙幣は、この選挙資金に混ぜて使ってはいけないと。青が混ざってたら、それは違反だ。というふうにね。 お金に色がついていればそういうふうにできますよ。だけど色ついてないじゃないですか。色ついてないでしょ同じ一万円札じゃないですか。同じ一万円札。ね。それどこに使おうと、ね。誰もわからないじゃないですか。基本的に。わからないでしょね。そういうことですよ。ね。そしてさらに言えばですよ。さらに言えばね。じゃあね、えー、極端な話。 そのね、えー、統制拡大のためにもらった2000万円は、選挙には使えませんでしたと。ね。でも、他のところから2000万円を取ってきて、選挙に使いましたと。これはいい,いいね。これはいいということですよね。で、あとで、それを総裁しました。ね。うん。総裁しました。ね。もちろん、帳簿上の総裁です。ね。うん。そうすると、帳簿上の総裁なので、 えー、これは週に入ってきたね、えー、統制拡大の資金を使ったって、ね、それ分からないじゃないですか。分からないし、何が悪いんですかとなるじゃないですか。総裁したわけですからね。うん。で、結局、この議、国会議員のその財布っていうのはですね、まあね、いっぱいね、い,いっぱいっていうかな、いろいろ財布がありますよ。いろいろ財布がある。ね。うん。いろいろ財布がある。 いろいろ財布がある、あるし、いろいろ口座がある。だけども、それはですね、一人の国会議員の、ね、一人の国会議員のものじゃないですか。それ全部。全部ね。うん。全部。そういうことでしょだったら、どこの財布から出そうと同じじゃないですか。結局、2000万円を、どこの財布から出そうと同じでしょね。だったら、その支部に入ってきた2000万円、 それを使おうが、別のね、あのー、政治団体の2000万円を使おうが、結局同じじゃないですか。全部ね、ひっくるめていったら大きい財布の中から出してるわけだから、同じじゃないですか。ね。うん。そういうことですよ。本当にね、これね、言い訳が成り立つと思ってるかと。ね。これどうですか世間の常識からしてですね、そんな常識成り立たないでしょ どうですか、ね、どの個人だってね,ねまあまあ人によって違うけど例えば口座をね3つか4つ持ってるとするじゃないですか、ね、どの口座から使おうと結局同じでしょねえね同じじゃないですかそれは、うん、そんなの、ね、言い訳にならないってことはよく分かりますよね,、うんね そしてね、これはね、えー、っと、これ昨日かな、うん、昨日ですね、23日ね、この三林博美さんね、うん、これ、えー、裏金脱税議員のね、三林博美さんね、うん、この人はね、まあまあ、もちろん自民党非公認で今回出ているわけですけども、えー、この三林さんが代表を務める自民党支部にですね、党本部から2000万円が送られてきたと。これを取材に明らかにしたと。 これは共同通信の記事で出てますね。うん。まあ具体的にこうやってね、あのー、出てきて、出てきてますね。まあ認める議員がね。うん。で、これ認めようと認めまいと、これはですね、もうこれ取材で分かってるわけですね。赤旗の取材でね。これどういうことかというとね、<laughs> えっと、えー、2000万円ね、非公認議員に配られた 2000, 2000万円。これは誰に配られたかというとね、一応8人なんですよね。 今名前読み,読み上げますけども、えー、福島3区の上杉健太郎さん、それから埼玉6区の中根克幸さん、えー、今紹介した埼玉13区の三林博美さん、東京17区のひ、えー、平沢勝也さん、東京21区の小田原清さん、東京24区の萩生田光一さん、新潟2区の細田健一さん、えー、福井2区の高木剛さんという8人なんですよね。 で、このうち上杉健太郎さんはですね、えー、これはね、えー、小選挙区ではなくて、えー、比例単独の方でですね、出ることを画策していたんだけども、その話がなくなったんですよね。なので、今回立候補を取りやめたんですよ。なので、上杉健太郎さんを除いて、えー、7人ということなんですよね。うん。そういう形なんですよ。ね。うん。でね、えー、石破さんがね、石破首相ですね、 えー、これはね、石橋はね、この、昨日ね、この新聞赤旗の報道ですね。えー、それにね、それを知ったのがね、広島だったんですね。広島市での街頭演説ですね。あ、これは今日か、24日ですね。うん。えー、石破さんがね、広島市の街頭演説で、えー、 この、この赤、赤旗のね、この記事についてね、あのー、これ触れているんですよ。えっ、ー、と、どういうふうにね、言っているかというと、こういうふうに言ってですね、えー、そのお金は、えー、自民党支部に出しているのであって、非公認候補に出しているものではない。そのようなお金を選挙に使うことは全くない。ということでね、で、まあ、こういうね、報道が出たことについて、 まことに憤りを覚えている。そのような報道に負けるわけにはいかない。という風に言ってるんですね。まあ、この言い方ね、はっきり言ってね、まあ、これ、安倍さんを彷彿とさせるじゃないですか。ね。ねえ、こんな人々に負けるわけにはいかないとかね。うん。ね。そのような報道に負けるわけにはいかないってね。これ、なんか安倍さんに似てきましたね、これね。ちょっとまずいですよね、これね。うん。でね、まことに憤りを覚えているったってね。 これむしろ国民でしょ生き通りを覚えるのは。ね。うん。これ石破さんね、常識で考えてくださいよ。常識で。ね。うん。2000万円ね、さっき言ったけど、ね。あの、統制か、統制拡大のね、活動のために出してたって、それを財布に入ったら同じでしょ同じでしょ色は違うんですかね。誰もわからないじゃないですか。 わからないし、誰もそんな区別なんかつけませんよ。ね。うん。そういうことでしょね。それから、党首部に出しているのであって非公認候、非公認候補に出しているものではないと言ったって、その党支部の代表は、国会議員じゃないですか。党支部の代表は。ね。うん。<laughs> で、この党支部というのはね、政党助成金をね、 えの、受け皿になってるんですよ。ね。政党助成金が、例えば自民党にね、いっぱい入るじゃないですか。でその政党助成金自民党は各国会議員にね、配るわけですよ。ね。その時に受け皿になっているのが、この党支部なんですよ。で、その支部長の代表は国会議員なんですよ。ね。うん。だったら、その国会議員に配ってると同じじゃないですか。支部長に配ってるのと。 ね。うん。全く同じなんですよ。ね、うん。なのでね、その言い訳は成り立たないんですよ。ね。うん。ね。支部長イコール、ね、国会議員なんですよ。ね。で、もしですよ、これは、えー、絶対にね、使わし、あの、選挙に使わしちゃいかんということでね、あればですよ、徹底するとすれば、 その非公認の議員をね、支部長からですね、解任すればすればいいんですよ。支部長についてはいけないということでね。うん。例えば、萩生田さんを東京24区の支部長から解任するんですよ。ね。うん。そして、支部長をね、支部長をなんか、支部長代理かなんかにしてですよ。ね。あ別の人をね、入れればいいじゃないですか。そして、そこに2000万円を、統制拡大のためにね、 ということで入れるということであれば、ああね、少なくともまあそういうことなのかなと思うでしょところが、萩生田さんは東京24区の支部長のままじゃないですか。それなのにね、あ、それは統制拡大のためで選挙にはね、使わせないと言ったって、それは成り立たないですよ。成り立たない。ね。うん。何度も言うように、萩生田さんにとって、 東京24、東京ね、十四区の支部、ね、その支部の財布と自分の政治団体の財布と全く同じなんですよ。同じなんですよ。ね。選挙に2000万円かかる。ね。うん。ね。それは、あのー、本来は、この支部の方ね、こっちの方の財布から出すべきところを別の財布から出したと。ね。うん。 だけど結局全体で見たら同じじゃないですか。どこのね、小さい財布から出そうとね、大きい財布は同じなんですから。ね。ああ。そしてさらに言えばですよ。さらにね、この問題を追求すればですよ。これ昨日ね、僕はね、えー、指摘したんだけども、ツンパ高木さんどうするんですか高木剛さん。ね。高木剛さん昨日ね、昨日も僕はね、あのー、 なんていうかなあのー、指摘しましたけどね。高木さんはですね、ね、えー、去年の末にですね、去年の末に、えー、このね、高木さんが、えー、つんぱ高木さんが支部長を務めている、ですね、えー、福井第二選挙区支部ですね、ここに、去年末に652万円貯めていたんですよ。ね。うん、そして、今年4月、4月4日になってですね、 半年間の党員資格停止処分を受けて、その652万円をですね、あの、使い切ったんですよ。使い切った。ね。これ、どういうことを考えて使い切ったのかよくわかりませんけどね。うん。そして、この支部をですね、高木さんの支部を5月20日に解散してるんですよ。5月20日に解散してるんですよ。ね。ところがですね、この高木さんはですね、つんぱ高木さんは、ね、 うんえー、この10月9日にですね、10月9日になって、えー、この支部をまた設立してるんですよ。9日にね。うん、そして、えー、9日に設立してですね、うんうん、そして15日の直後にね、2000万円をもらってるわけですよ。ね。うん、これ9日というのはね、あれですよ。西場さんがね、この、 非公認。裏金議員にね、の、裏金議員の一部に非公認というね、方針。これをね、ぶら下がり会見で発表したのがね、6日ですよ。六日。その3日後に選挙区支部を立ち上げてるわけですよ。高木さんはね。うん。これはですよ。ね、あの、裏でもう2000万円が行くからと。ね、支部の方に。という話が行ったとしか考えられないじゃないですか。 ね。うん。考えられないでしょ。そして、実際に入って、お金が入ったのは、えー、工事日の10月15日の直後ですよ。これは選挙資金と考えざるを得ないじゃないですか。ね。うん、もし、統制拡大のためだったら、さっき言ったように、じゃあ、選挙終わってからね、統制拡大の資金をね、えー、配ったらどうですか。ね。あまりにこれは不自然じゃないですか。ね。うん。そして、 一番自然に考えられるのは、ね、えー、この非公認議員にもね、2000万円は裏でやりますよと。そしてその党支部の方に、えー、渡しますので、ね、高木さん、あなたはね、党支部をもう一回立ち上げてくださいということを言われて、9日に立ち上げたと。そして15日の直後に2000万円が入ってきたと。ね、うん。 これ公認料、公認料と同じで、まあ選挙資金ですよね。そう考えるのが一番自然じゃないですか。ね。一番自然でしょ。ね。うん。一番自然ですよ。ね。あうん。ね。だからね、自民党はね、とにかく、ね。これ支部に支給してるの、しているのであって、候補者に渡しているんじゃないと。ね。 選挙の活動に使うのはダメで、えー、統制拡大のための活動に、えー、使っていただきたいと。というふうなね、ことだって言うんだけども、ね。だったら、だったらですよ。この非公認の候補者、ね、萩生田さんをはじめとしてね、つんぱたかきさんもそうですよ。みんな支部長、支部長をね、解任すればよかったんですよ。解任すれば。そしたら誤解がなくなるじゃないですか。なんで解任しなかったんですか ね。うん。なんで解任しなかったんですかそういうことでしょね。うん。ね。そしてさらに言えば、お金に色はついていないということですよ。ね。うん。ね。うん。これね。えー、っと。自民党はね、えー、この赤旗の報道に対してね、2000万円をね、支給したということに関してですね、 えっと、党内向けにですね、党内向けに文書をね、発表してるんですよ。これは党内向けに文書を発表するのはね、これはまあ、そういうそこに追い込まれたってことですよね。つまり、まあ他のね、あのー、普通の公認を得てね、立候補した議員たちは、これはね、やっぱり怒るじゃないですか。ね。うん。全く同じことを裏でやってるんだっていうね、ことでね、やってらんないよって話になるじゃないですか。 なので、その言い訳の文章をですね、党内向けに発表したんですよ。ね。で、そのね、文章はどう書いてあるかっていうと、ね、赤旗の報道は事実を曲解し、誤解を誘導していると。で、裏公認、ね、裏公認という指摘は一切当たらないと。えー、ということですね。うん。そして、えー、えー、このね、 えー、非公認の、非公認の議員の支部に、えー、渡した2000万円というのをね、これは政党交付金を原資にして、そして、えー、選挙に際して、えー、統制拡大を目的として支給したと。ということを強調してですね。うん。で、非公認、えー、非公認の候補が衆院選に出馬して、えー、自分自身の選挙運動に使うことはできないと。 というふうに説明してるんですよねで説、えー。使うことはできないと言ったって何度も言うように、ねうん、そこの財布から出さなければいいだけの話であって、ね、別の財布から出せば、ね、これはもう全くね、う意味がないじゃないですか。全く意味がない。ねうん、萩尾田さんにとってね、自分の財布はね、大きくあるんですよ。ね うん、それは、あのー、ね、ある、う政治団体ね、政治団体の財布。まあ、政治団体もね、まあ、いくつかあるでしょうね。うん、その財布ですね。それも政治団体によって財布が違うんですよね。うん。そして、この党首部の財布があるわけですよ。じゃあ、党首部からね、出さなくたって、こっちから出して、ね、そして後でこれを総裁すればいいじゃないですか。ね。うん。 結局そういうことでしょね。なのでこれはね、言い訳はね、全く成り立たないんですよ。ね。うん。なのでこれはね、もうとにかくね、もう世間的にはね、まあこういうふうに考えるのはまあ常識じゃないですか。お金に色はついてないということですよね。うん。なので、これはね、えー、もう X ではですね、ね石破さんがね、 報道に行き通りを覚えるというふうにね、さっき紹介しましたよね。それを言ったんでね、ね、うん。このね、言葉、報道に行き通りっていうのがですね、X でね、旧ツイッターで、えー、その言葉がね、急上昇してるんですよ。そしてトレンド入りしてるんですよね。うん、これはまあ、はっきり言って、まあ、みんな笑ってるわけですよね。報道に行き通り行っってね。うん、なんで行き通ってんのって話ですよね。うん そしてね、この、なんていうかな、X にはですね、まあ、こういうふうにね、まあ、書かれてるわけですよ。石橋相の報道に憤りを覚える。に、本当に怒りを覚える。ね。何を逆切れしてるんですか非公認としては裏金議員を裏では公認したようなもの。怒りたいのは我々国民の方ですよ。というね、まあ、これはまあ、これがまあ、常識的なね、えー、捉え方ですよね。うーん。 まあ、というようなことでね、僕はね、これはね、この終盤にね、終盤に来てですね、選挙終盤に来て、このね、ことはね、つまり、えー、非公認人議員にね、裏金を渡していたというね、2000万円ね。これはね、僕はね、ちょっと自民党大敗北の、大敗北でですね、もうきっかけになるというか、 決定打になったんじゃないかと思いますね。決定だ。うん。これはね、もうどうしようもないですね、これね。決定打になったと思いますよ。ね。そしてね、各種世論調査を見てるとね、まあこれまでね、朝日新聞と産経新聞と共同通信が自民党公明党の過半数割れですね。えー、衆議院の過半数は233議席ですけど、その233議席を割ってしまうと。 事項がね、合わせて、うん。そうすればもう政権運営できませんよね、うん。なのでこれは政権の組み合わせを変えるとかそういうことをしなければいけなくなるわけですよね、うん。そしてね、そういうふうに予測するメディアがね、増えましたね。うん、例えば毎日新聞ですね。毎日新聞は、えっとね、えー、これはね、毎日新聞が22日と23日ね。 うん、特別世論調査をね、行ったんですね。まあ、そうしたところですね、えー、と自民党公明党はね、えー、この序盤戦から、ねまあ、失速して過半数を維持するか微妙な情勢だと。で特に自民党の苦戦が目立って、えー、これはね、自民党は200議席を下回る可能性があると,というふうにね、前に新聞が予測しました。 200を下回る。朝日新聞はね、えー、っと、3、4日前の調査だったかな。それでね、200議席ちょうどというね、そういう予測でしたね。毎日は200議席を下回るというふうにね、出してきました。ね。うん。それからあとね、文春ですね。えー、文春オンライン。これはね、最終予測を出しましたね。これは23日、昨日のね、あのー、オンラインですけどね。うん。それによると、 えー、自民党の獲得議席予測は197議席、えー。政権交代が起きた2009年以来の与党過半数割れどころか200議席を割り込む衝撃の、衝撃の結果となったと。ね。文春の予測は197議席。これは毎日新聞とほぼ同じですよね。毎日新聞も200をね、下回ると言ってますから、まあ大体こんな感じでしょう。ね。197。ね。 うん。だけどね、この文春オンライン、文春も毎日もですね、これ昨日のね、報道を経てはいないんですよ。昨日の報道というのはね、まあ今日ずっと説明してきたような、この、非公認議員に裏金2000万円を渡していたというね、ことですね。これがまだね、わからない状、わからない段階での調査なんですよ。ね。とすればですよ、 これね、例えば197どころか、自民党もっとい、もっとガタガタと減りますよ、これ。うん。これはね、ちょっとね、恐ろしいほど減ると思いますよ。ね。200下回るどころか、かなりね、下の方に行くんじゃないかっていうね、気もしますよね。うん。ね。そんなようなね、ことですよ。ね。うん。 そしてね、これは TBS ですか。TBS もね、同じようなね、えー、調査結果出してますね。うん。最新の調情勢調査では、自民党が60議席近く減らす可能性が出ていると。ということですね。うん。ね。だからこれもね、あれですね、ほとんど同じですね。まあ、原油議席が、ね、工事前は256議席ですから、それをね、60近く減らすということは、 まあ結局ね、えー、っと、これはね、えー、純粋にね、60、60であれば、190ね、196ですよね。うん、なので、60近くということであれば、近くということであれば、197とかね。まあ要するに200をちょっと下回る。そのぐらいの可能性ですよね。うん。で、この TBS も、ね、TBS もえー言ってるのは、 公明党もね、小幅に議席をね、減らす可能性があるので、自公で過半数を割り込む可能性があると。ということを TBS も出してますね。うん。ということでね、これはね、まあ、自公で過半数割れたのはすごく増えてきましたね。朝日、産経、えー、共同通信ね、ね、うん。それから、こ、えー、の文春ですね、文春オンライン。 それから毎日新聞、それから TBS と。まあ、この辺がね、えぇ、ー、自、え、公、ー、で過半数を割り込むということですね。そしてさらに自民党は200を切ると、ということですね。うん。そして僕が予測するにはですね、えー、これは、え今回のこの報道ですね。うん。えー、つまり、自民党、石破自民党はね、えー、この、 公認議員に裏金、公認料と全く同じ金額2000万円を、しかも、工、え、事、ー、直後に渡していた。というね、えー、ことですね。このね、えー、事実はですね、非常に大きいと思いますね。非常に大きい。ね。うん。石破さんがね、あのー、なんていうかな。まあ、かろうじてですね、この指示を得ていたのは、 ね。うん。これ、反安倍的なね。反安倍的なこと。つまりね、まずこの、不正をしない。ね。うん。そして正直に物をという。ね。うん。まあ、個々の政策についてはね、いろいろ反対ね、ありますよ。ね。アジア版 NATO であるとかね。まあ、いろいろありますけども。ただ、石破さんの基本姿勢としては、そういうね、反安倍的な正直なところがね、評価されて、 あのー、これはなんていうかな。うんまあ、自民党の総裁になっているわけですよね。うん。ところがね、あのー、石破さんが首相になってからね、いろいろね、まあ、裏切られたというね、思いでいる人がものすごく多いわけじゃないですか。ね。そしてさらにここに来てですよ。裏金議員にね、2000万円の裏金を渡していたっていうね、これは決定打でしょう、これは。決定打ですよ。ね。 うん。これ何をやってんだと言いたいですよね。うん。ね。うん。これはね、誰のアイディアなのかね。まあね、最初の森山幹事長とかね、その辺なんだんじゃないかなっていう気もしますけどね。うん。よっぽどね、頭が悪いと思いますよ、僕は。森山幹事長ね。うん。よっぽど頭が悪いですよ、これ。これ、暴露されたらですね、ね。今日説明したように、 何の言い訳も成り立たないじゃないですか、これはね。うん。何の言い訳も成り立たないですよ。で、最もイメージ悪いですよ。ね。裏金議員を非公認にしたと思ったら、その裏金議員にさらに裏金を渡していたって言うんですからね。うん、これは、シャレにもならないっていうかね。うん。ね。あまりにひどいじゃないですか。ね。ということで、 これはね、選挙戦終盤に、終盤に来てね、来てですね、もう自民党にとってこれ大打撃になったと思いますね。うん。まあ、というようなことでね、あまあ本日はね、この、本日この会はね、このあたりで終わりたいと思いますけどね。うん。まあ最後にちょっとお知らせでもいただきましてですね、日本を壊した政治家たちっていうね、えー、これは僕が書いた最新刊中の最新刊ですね。えー、これはね、安倍さん、岸田さんっていうね、 えー、特にあ第二次安倍政権についてですね、えー、これはね、いかにね、日本を壊しまくったか、そのことを書いた,書いた本ですね、うんえー。これはね、今の上皇、平成の天皇ですね、非常にね、民主的な、ね、考え方をする、ね、人だったのでですね、安倍さん、正反対の安倍さんとね、ことごとく対立していたんですよ。ね、でそのことを僕はですね、えー、この天皇のね、相談役の方からですね、じっくり話を聞くことができて、 で、それをね、赤裸々に記録いたしました。ねで。それだけではなくて、核燃料サイクルの問題であるとかね。あるいはアメリカから工学兵器、例えば F35 ですね。そういうものを買い続けているですね。問題のね、政策であるとかですね。まあ、それからコロナの話であるとかね。うん。あるいはね、安倍さんのね、この挙手ですね。うん。 安倍さんが辞めるときにね、僕はね、それを一番最初にね、まあ、抜いた記者なんですけども、えー、その裏には一体何があったのかというね、まあ、そういったことをね、えー、含めてですね、えー、これはね、うん、ハードカバーでね、えー、結構分厚い本なんですね、うんで。このね、本の買い方っていうかな、えー、買う方法はですね、この僕の動画のね、下に概要欄があってですね、その一番上のところにですね、 えー、この一月万札のね、えー、この本だけのですね、特設ページがあるんですよ。その URL がですね、青い文字でありますので、それをクリックしていただくとですね、まあ、そこにどんどんね、いろいろ詳しい話、それがね、詳しいですね、この買い方なんか出ていますので、出ていますので、まあ、そこで買っていただければなと思いますね。うん。まあ、そしてね、それだけではなくて、えー、この本はね、一般の書店であるとか、 あるいはアマゾンでもね、えー、販売しておりますので、えー、ぜひ買ってですね、ぜひ一読していただきたいなと思います。まあ、というのことでね、えー、本日この回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。